どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。今日で日経平均は3日続落、値幅で言うと1500円の下落となってまして、いよいよ大きな急落場面なのか、押し目なのか判断する位置にやってきたというふうに思います。そしてチャートのレサポレジと、それからオプション手口の不目が合致してきていて、値動きを予想しやすい形なのかなというふうに思います。なので今日は今週後半の日経平均の動き、これのレンジと としての考察をしててののをいいきまますのでで最後までご覧くださいそれでは早速3月24日日経225オプション考察始めていきましょう <music> はい本日のメニューですけれどもチャートは一目均衡表の方を見ていますちょっと一目形悪くなってきてるんで要注目ですであとはオプションの手口先物手口と今日の着眼点という形で進めていきます はい。こちらのチャンネルでは、毎日チャートとオプション手口をもとに相場考察をしていくこの動画と、それから週末更新を中心に、オプションの基礎、まあ、順番に学んでいくような講座形式の動画、この2つのシリーズで更新していきます。ですので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 はい、それでは3月23日の相場外況からですけれども、まず昨日ニューヨークが、まあ,あ、ある程度しっかりしていたので、それを引き継いでプラスでスタートして、全場あれよあれよという形で上昇して、一時300円高の29,496円まで上がって、なので私もツイッターでは29,500円目指すのかななんてツイートしてたんですけれども、まあそこからあれよあれよと急落、まあ結局500円下げて、最終的には2 9九0 0円割れの28,995円。 円安ので終わっていますそれから今日は珍しくトピックスの方が大きく下げて1971.48-18.70のマイナス0.94%ということになっていますマザーズの方が下げ幅が大きくて1202.61-17.49のマイナス1.43%で終えています、えー、売買代金の方は東証一部の方が2兆8900億円ということで、まあ、ちょっと3兆円を少し割ってきたそれからマザーズの方はまた300億 億億ほどど減って 1, 億円なんですけれども、まあ、マザーズ IPO がかなり出てきてるんですがなんとここならの売買代金がマザーズの20%から35%ぐらい占めてるということなのでまあまあほとんどここならに売買代金吸われているので、まあ、なかなかマザーズ厳しいのかなという形になっていますでビッグスの方が19.81ということで、まあ、全然これ上がってこないんですね、まあ、ニューヨークの方は割と底堅いというところもあります日日経平均今日100 78円安なんですけれど、一時、やっぱり2万9500円どころまでいったので、今日は VI は下げてるんですね。で、というところで はい。では、ここからは日経平均冷やしのチャートですけれども、今日はまた大きな陰線になってますね。先ほどお話をしている29,500円どころまで行ったんですが、大きく下げて29,000円割れという形ですね。ですので、この黄色い5日移動平均線は急激に下げていて、まだ今日の時点では、まあ25日移動平均線も下げてきたことで、デッドクロスにはなってないんですが、もうこれほぼほぼ明日はデッドクロスしてくる形。で、今日の時点で25日移動平均線が 29, 円というところですから今日は上値すら届かずというところで、もう完全に25日移動平均線を割り込んだ形ですね、それから50日移動平均線、これはですね3月の5日、大きく下げた時もう最終的には50日移動平均線でぐん、まあ、と反発して、終わり値ベースではずっと50日移動平均線割ってなかったのが、今日割り込んでしまったというところで、ここは大きなポイントになると思います。でその50日移動平均線が現状 で、29、136円ということですから。まあ、明日以降29、150円を回復できないと 50ma の上に行けないと。 いうところですから、ここ、早い段階でまた反発していかないと、まあ、いよいよこの辺が抵抗ですね。レジスタンスになりかねないので、ちょっと危険かなという形。それからもうすぐ下パラボリックが28,813円です。ですから、あと150円ぐらい下げると、今度パラボリックが引転するので、まあ、この辺にポンとパラボリック、点灯してくるので、まあ、そうなると、基本的にはいつも言ってるように、パラボリックが要点から陰転に変わった、陰転から要点に変わったみたいな時は、しばらくです。 数日、そっちの方向へ動くということになるので、ここ。引転してくると、まあ、ちょっと株価が下げる方向にこう動いていく可能性が高いので、まあ、なんとか、明日、このパラボリックで、パラボリック。これ、ずっと今、上がってきてるんで、明日、二万八千九百円なんですね。ですので、今日ナイトの位置で、このまま行くと、本当にパラボリック。引転する可能性が高くなってくるということですから。そこが変わってくると、要注意と。で、モメンタムも今日、ゼロラインを割り込んできてますから。一段とですね、下げの力が強まってきてると言っ ところで,こちらも弱い形ですのでまあ明日の動きですねなんとか今日よりも上昇するという形にならないとちょっとチャートの形としてはどんどん悪くなってくるということになります。 はい。それから今日は一目均衡表の方ですけれども、見事に雲の上限で止まったんですよね。ということで、今日、雲の上限はまず見ておくと、28,900円です。で、まあ明日急激に上がっていくということもあるんですが、まあ大体28,000から29,000円ぐらいで、まず雲が、のところで、まあ下げ止まるかどうかですね。で、それから地光線、この黄色い地光線は残念ながら、ロウソク足を下抜いていますと。 と,いうところでえ一つ悪いい形になっているそれから、このローソク足自体も、この赤い転換線と緑の基準線を割り込んでしまっていると。まあ厳密にはですね、この赤い転換線が基準線を割り込んでくると、もっと悪い形になるんですが、まあ現状はまだ上にいるというところなんですけれども、まあろうそ足がどちらの線も終値で大きく下抜いていると。で、あとはですね、この雲を下抜くと、基本的に三役逆転という形で、一目均衡表情は、まあ今まで三役後転の形でずっと 強かっで、雲の加減っていうのは今ここで28,500円ぐらいのところにずっとほぼほぼ横ばいで、えっと、もうこれ4月の下旬ぐらいまでいるので、当面雲を抜けるっていうところはこの28,500円。 これこの後出てくるのでしっかり覚えておいてほしいんですけれども、下値の目どとしては28,500円ですよと。まあ、目どというよりもそこを割ると、まあ、かなり悪い形になるよというところを覚えておいていただくといいかなと思います。そして MacD は昨日引き、えー、からインテンになって売りサインになってますから、MacD としても形が悪くなってきているということになります。はい、それではここからはオプションの手口見ていきます。海外勢が3ですけれども、 まず、コールサイド。今日、コール3万円が511枚買い越しなんですね。まあ、一旦は上がって、その後下落したという形なんですが、ATM 近辺は、まあ、若干の売りなんですけれど、大きく形は出ていないと。で、その上もあんまり出てないんですけれど、基本的にこのコール3万円が511枚も買われたということ。それから29,500のコールも、まあ、94枚ですけど、買われたということで、で、ここは JPX で今週月曜日開示されてますから、正確な値ですね。で、その中で、この2日間、どちらもトレード 開示なので、まあ、そういう意味では、このコール3万円に1268枚の買い、それからコール2万9500円に791枚の買いというのは、まあ、ほぼほぼ数字としては正しいというところなので、こうやって見ると、コールがやっぱり多い。 というところなんですね。ATM はまあこの29000円のところまで下がってはいるんですが、比較的コール買いが多いと。ただし、この29,375よりも下っていうのは一切開示されてないので、ほとんどですね、ここ、トレードが出てないんですよね。先週までも29,500円を下に、その上だけ開示されているので、まあ、今週月曜日から一気にまあ株価下がってきてるところもあって、ここが全然わからないので、ここ今スカスカなんですけれど、 これはもう全く開示されていないからであって、あまりここはもう見ても仕方がないかなという形ですね。ですので、まあ、比較的上の方はコール買いが多いと。ただし、3500よりも上っていうのは昨日もお話をしましたけど、おそらくもうこれ、かなり決済されているので、ここも今これだけ残ってるよというふうに見るのではなくて、まああの、トレードが開示されてないので動いてないだけで、ここもあんまりないだろうなというふうな形で見ておいた方がいいと思います。一方、プットの方は大きくプット売りなんですね。特に見ておくといいのが、この28500。 先ほど、一目均衡表で、雲の加減が二万八千五百ですよって話をしてたんですけれど。海外勢のプット売りも、この二万八千五百に鬼売りが入っているという形ですね。昨日、一千三百八十五枚売られて、今日も八百五十一枚売り乗せされて、わずか二日で二千二百枚も売られているとで。ここも同様に、残高、それから先週のトレードが一切わからないので、実際に、これ、二千二百枚の売りがあるというよりは、買いがあれば、ある程度売り決済をされてきているという部分にはなるんですが、まあ、それでも二日でこれ大量。 のの売りなのである程度2 8500のところに売り壁を築いていると見た方がいいかなと思ってまして、まあ、そう考えると下がっても2 8500円ぐらいまでというようなポジションですねその下もプット折りがそこそこ入ってるので、まあ、そういう意味ではえ今日時点の手口、まあ、昨日の手口も含めて見るとここが底堅いのかなというところで一旦見ています はい。次にゴールドマンなんですけれども、ゴールドマン今日もほとんど触ってきていなくて、ちょっとまあ、ファーのプットをちょこちょこっと買ったぐらいなので、これはまあ、昨日とほぼ変わらずというところで、今日は軽くスルーをしておきたいなというふうに思います。大事なところで言うと、まあまあ、コール買いのところは29,500から3万のところに少しコール買いがあったんですけれども、上はかなり売ってきていると。3万よりも上のところはプット売りを、コール売りを入れているということと、プットのところは昨日ですね、28,500。ここもさっきと同じですね。アムロもそうですし、ポイントですよって言った ところに昨日月曜日の段階で400枚近い売りを入れているというところですね今日25枚買い戻してますけれどもまあ、ゴールドマンも370枚の売りをここに持ってるというところはちょっと覚えておくといいかなというふうに思います はい、次にアムロですけれども、もうアムロはですね、コールはさておき、プットですね。今日もプットの鬼売り継続という形で、この28,500。まあまあ、ここ海外勢で大きな売りがあるのは、本当にアムロがこれだけ売ってるからだというところでも、ほぼほぼアムロの手口のようなもんなんですけれど、今日もプットの28,500は405枚売り乗せをしてきてます。ので、2日で2,000枚アムロが売ってきてるんですね。さっき海外勢で2,200枚だって話をしたんですけれど、まあ、ほぼほぼアムロでだったというところになります。ただし、その上も 断続的に今日も売ってきてきますすとということですね昨日ほどではないんですけれど、売り乗せをしてきていて、もう1000枚以上の売りがあっちゃこっちゃにあるというところで、まあ株価がずっと下げてきている段階ではあるんですが、まず28,500に大きな売り壁がありますと。まあその下、ヘッジで半分買ってますけど、まあやっぱりここ28,500ってのが現時点での一番の大きな下値。で、ただし2万9,000円にも1,200枚ぐらいの売り。 になってますし、その上29,250のプットも1,000枚ぐらい。さらに29,500のところ2,500枚なんですけど、ここはちょっと注意した方がいいかなと思ってまして、というのも J.P.X で月曜日開示されたつまり先週の金曜日までここは2万、えー、2,529枚売ってましたってここは正しいんですけれど、月かあと開示エリアから外れてるのでここ昨日そこそこ動かしてる気もします。なので下を大きく売ってきてる分ここは買い戻してるんじゃないかなという気がしないでもないんですが、まあ、ただ一。 一旦今株価下げてるので、ここで買い戻すってことは損切りっていうことになるので、まあ、ちょっとどうかなという気もしています。ですが、まあ、まああいずれにしても、ですねここをまあ単純に足せば、ですね、えっと、5000万以上、ここ、売り持ってるような計算になりますから、まあ、とにかく2万9500よりも下、ね、2万9500から2万8500って、今、このこのレンジですね、株価が今、動いているであろう、このレンジに強烈なプット売りを入れているよというところは見ておいていただくといいのかなと。ででまあアムロ先ものでちょっとショートにしつ SQ、まあ、までにここ跳ね返っていくんじゃないかというようなプット売りなのかなというふうには見ていますはいではここからは先物ですね日経平均マイナス0.61%トピックスはマイナス0.94%ということでえ今日はトピックスの方が下げ幅が大きかったで先物の,の方で見るとラージプラスミニの日経平均型が1816枚の売り越し それからトピックス先物。これが1248枚の買い越しというところで合算すると568枚の売りなんですがえ、今日はトピックスが買われてると。まあ今日もですね、トピックスが買われてるという形になります。で、個別で見るときにちょっと注意をしたいなと思うのは、え先ほどもお話をしたアムロですね。基本的に今日株価下げてるので、アムロ先物買ってくるプラスになってることは多いんですが、今日はラージプラスミニを1500枚売ってきたと。ただし日経平均の方結構売ってきたというところで、ちょっと いいつもとと動きがが違うぞというぞのが1点それからもう一つ、今度はトピックスの方でゴールドマンが売ってきてますと。えー、日経平均型だと800枚だったのが、トピックス入ると2700枚になってるので、まあ2000枚近くトピックスを売ってきたということですね。なのでちょっと今日アムロとゴールドマンがいずれも先物を売ってきてるっていうところはちょっと注意しとかないといけないかなという気がします。オプションではアムロは上でした。で、ゴールドマンはちょっとよくわからないという形ですね。なので、まあちょっと下げてるところをアムロは今日先物で取りに来てるとも言えるので、 ちょっとこの動きは注意しときたいなという気がします。 はい。それではここからは今日の着眼点です。まあ、冒頭でもお話をしたように、日経平均は3日続落で、まあ、続落というよりも急落に近くって、実際にもう1500円値幅としては下げてると。ただし、まあ、株価高いので、とは言っても5%ですよという話ですね。で、じゃあここからですね、本格的な、まあ、10%、15%に向けての大きな、まあ、暴落に近い形になるのか、ある程度のところで反発して、またまた、この程度のおしめだったねという動きになるか、 まあ、手口もう一回整理をしてですね今週後半の日経平均の動きを見ていきたいというふうに考えています。 はい。で、こちらは一目均衡表日経平均で、まあ、あの、先ほど出したのと同じですね。もう一度見ておきましょうというのは繰り返しになりますけれども、この28,500円の雲、ここを株価が割ると一目均衡表上は三役逆転という形になって、まあ、非常に悪い下落の形になっていくと。で、そうなると当然マックリーも下に走るので、いずれにしても大きな下落サインになるので、まあ、やはり28,500円を割らないでなんとか上に維持できるかどうか、ここが重要ですよというのがまず一点。で、次に日経 平均の日足今日は、えっと、昨日まで見ていたこのダブルトップの線の入ったやつに28,500円のラインをちょっと引いてみていますと先ほど28,500円割るとやばいよっていう話をしていたものをこの冷やしのチャートに置いてみたというところで、まあ、特にあまり大きな変化はないんですけれど まずここですね、パラボリック28,800円近辺のところまで下げてきたら、もうここが引天になると、まあ、先ほどお話をした通りですね。で、この28,500円っていうのは、この緑の75日移動平均線が上がってくるので、まあ、今週末にだいい二28,500円ぐらいに到達するであろうっていうのが75日移動平均線です。ですから、ここが28,500円のサポートになってくるというところで、この 75MA でも止まらず、まあ、この 50MA で止まらないと怖いよねっていったところが、 今日止まらずに抜けた場合は2 8500円の75日移動平均線というところでまあ合致してくるんですよね。ででですのでそこで下げ止まらないと いよいよ28,300円。まあ、わずか200円しかないんですけれど、ここを抜けるとダブルトップ完成という形で一段下げになりますということですから、やっぱり28,500円の75日移動平均線で止まるかどうかですね、ここから下げた場合。で、いいのはこの50日移動平均線でちょっとオーバーシュートしたけど止まったよねっていう形で、また明日以降反発して25日移動平均線を抜けていくという、まあ、こういう動きになることが、ま、一番安心感はあるんですけれど、下に行った場合は、やっぱり二万 8500円がかなりキーポイントになるよねというところがこのチャートからもわかりますで、今日は見ていなかったボリンジャーバンドなんですがここも同じように28500円に水平ラインを入れていますそして1000円 上の二万九千五百円に、このえもう少し濃い紫で線を入れてるんですが、えそうすると、ですね。まず、この二十五日移動平均線、もうこれ、ほぼ全部の今、バンドが下向きになってますから、これ下げてくるんですよね。そうすると、今週の後半、まあ、週末に向けては、二万九千五百円のところに二十五日移動平均線。で、これ、ゼロラインっていうのは二十五 ma のことですから、ここがこう降りてくるというところで、二万九千五百円のラインには二十五 ma が控えます。と。で次にその 下ですねマイナス1シグマ今日このマイナス1シグマを割ってしまったのでボリンジャーバンド的には下に走る可能性が出てきたので要注意ということなんですけれどここがちょうど2万9000円なんですね今日2万9000円ほぼほぼでこの位置ですからここも下がってくるので週末2万9000円がマイナス1シグマということになりますで当然このマイナス2シグマってのが2万8500円ですねもうずっと言ってるこの2万8500円にマイナス2シグマが週末降りてくるということになりますですからボリン ンンジャーーバンドののセオリーで言うと、このプラスあマイナス1シグマで下げ止まらなかったときはえ、急落になるのか、じり下げになるのかはわからないけれども、やっぱりマイナス2シグマの方にこう動いていってしまうと。でそうなると、やっぱりこの28,500円がキーポイントになるんですね。ここ抜けるとバンド幅がぐーっと下にしえ開いていって、 でマイナス2シグマと3シグマの間をこうバンドウォークすると、そうするともう2万8000割れというような話になって、まあ本当に急落から暴落へという動きになりかねないので、まあやっぱりこの2万8500ですね、マイナス2シグマで止まるのかどうか、これもボリンジャーバンド的には非常に重要ということで、えすべての数値が今2万8500円に集まってきていると、あの下に行った場合ですけどね、ということになっています。はいということでチャートのレジスタンスですね。 それと海外勢のプット売りの位置が合致しています。すなわち28,500円ですということですから、ここから下げた場合は28,500円で止まるかどうか、ここに注目しないといけないですし、一旦28,500円付近まで行って、まあ、さらに下に行くのか、 反発するのかっていうのを見極めてからでないと、ちょっと今ですね。二万九千円と二万八千五百円のででうろうろしてるような段階だと、どっちに仕掛けても難しい位置かな、という気がしています。はい、なので、二万八千五百円を割り込む動きになったら、やっぱりかなりあの大きな動きですねあの。下方向になる可能性があるので、まあ、ロングで持っていたりとか、あと、プットの、まあ、裸売りに近いあの、プット売りの方が多い場合ですね。売りが多い場合はかなり危険になるので、即撤退をした方がいいと思います。で、すぐにですね。ショートの打診とプット。 デビットみたいな形で、まあ、しばらく下に行くぞというような、まあ、アムロが今先物で売りに入ってきたのような形で、えっと オプションの方は少し上を見てたとしても、下に対する手を打ってこないと、ちょっと危険かなと。で、逆に29,500円に近づくような、まあ上方向に行った場合は、当然29,300円を超えたあたりですね。なのでまさに今日、午前中なんかが仕掛け時だったんだなという気がしますけれども、まあコールのレシオだったり、ファーのコール売りというところが面白いかなと。ただし、3万円っていうのは、まあ今現状これは僕の感想ですけれども、かなり厳しくなってきたのかなという気がします。まあだからといって3万円 万円のコール売ったら安泰,だ安泰だよねという話ではないんですけれど、まあ、なかなか2万9500円を超えていくというのは今のチャートの動きとかを見てるとちょっと厳しいかなというところなので、まあ、欲張らずに2万9500円ぐらいに来たらちょっとファーのコールをまあまあ安心なところを少し売ってみるみたいなのは面白いのかなというふうに考えていますはいということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあれば是非グッドボタンをそして毎日こんな形で オプション戦略を中心とした日経平均の考察をしています。ですのでよろしければチャンネル登録の方ぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね